チェーンカッターチェーンカッターは自転車やオートバイなどに用いられているローラーチェーンを切ったり繋いだりする工具である。自転車のチェーンは小さなコマが砂上につながった構造になっている。コマを構成する部品であるピンをチェーンカッターで押し出したり、圧入したりすることでチェーンを任意の箇所で切断、接続できる。日本語ではカッターという名前がついているが葉を用いて 切削加工するわけではなく、チェーンをつないでいるコマを分解して切り離す。チェーンカッターでチェーンをつなぐチェーンカッターは、チェーンの形状に合ったものを用いて作業する。基本的には、押し出したピンは、再利用せず廃棄し、新しく、アンプルピンと呼ばれる接続専用のピンを使用する。これは一度ピンを押し出したコマの穴が少しだけ広がってしまい。 再び同じピンを圧入すると元よりも緩い状態となり、その部分が切れやすくなる問題のためである。これを解決するために、アンプルピンはテーパー形状をしており、圧入時にわずかだけ穴を広げながら進んでいく。また先端が細くなっていることは、圧入の作業を容易にする目的もある。ちなみに自転車のチェーンでは、発足用、急速用など変速段数によって、 チェーンの幅が異なり、アンプルピンの太さも違う。ありがとうございます。